皆さんこんにちは。笠井ミュージックスクールドラム講師の市川と申します。今回はキックを使った速いリズム、クロスティッキングを使ったかっこいいフレーズ、最後に自分の演奏動画、こちらの3つをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。キックのダブルの速い踏み方についてお話ししていきます。メロコアっていうジャンルだったりとか、ドンパンドドパンドンパンドドパンっていう速いフレーズを叩くときによくありがちになってしまうのが、右足にすごく体重が乗っかってしまう人がいるんですね。で、そうなってしまうと音が潰れてしまったりだとか、極端に音が小さくなってしまうってことがあるんですけれども、僕の場合は逆に左側のお尻に体重を乗せて、左足だったりとか左側に体重を乗せて、右足をもうすごく自由にしてあげる。そうすることによって、よりスライド奏法だったり、いろんな演奏方法に対応できると。実際演奏でやってみます。こういった形で左側に重心を乗せて、右足を自由にすることによって、音量も小さくならず、粒立ちもしっかり担保できるという形の演奏方法でやっています。手順なんですけれども、まず一度やってみます。タム、スネア、スネア、タム、フロア、フロア、タム、フロア、フロア、タム、スネア、スネア、この順番になります。ワン、ツー、スリー、フォー、一拍ずつの拍の頭に必ずタムが来るようにしています。もう一度ゆっくりやってみますね。
レッスンでは幅広いジャンルを対応しています。今からドラムを始めてみたい方や独学で伸び悩んでいる方、お子様からご年配の方まで、どなたでもご参加可能になってますので、ぜひ遊びに来てみてください。ありがとうございました。